ポイント争い3日間、上位の成績をマークしました6人の選手ファイナリスト、まもなくピットアウトとなります。大変長らくお待たせをいたしました。第12回週刊レース杯優勝戦第12レースが始まります。ゲストの皆様、大変長らくお待たせをいたしました。優勝戦第12レースが始まりました。今シリーズは4日間ショートシリーズの熱戦、第12回週刊レース杯、昨日までの3日間上位の成績を残しました6人の選手がファイナリスト、レースコースに登場しています。1号艇は上野慎之介、2号艇は浜崎直也、3号艇は大上拓人、4号艇は吉田一郎、5号艇馬体義則、そして6号艇は樋口亮、以上6人の対戦です。佐賀上野慎之介、そしてこのレースでは4号艇吉田、6号艇樋口と長崎コンビ、九州勢は3人となります。さらには関東地区では浜崎直也、2号艇、そして広島若手大上拓人、3号艇赤いユニフォーム、さらには SG タイトルホルダーの馬体義則、近畿地区兵庫馬体義則は5号艇です。さあ各選手がホームスレッチ側でスタートコースへ徐々に向けていきまして、スタンバイコースは枠なりとなりそうで、断然の人気となっている1号艇上野慎之介、6戦5勝成績の方もシリーズリーダーの走りは見事、そして2コースには2号艇の浜崎、3コースに3号艇大上、4番吉田、5番馬体、6番樋口で枠なりです。スタイルは3対3、スタートまでは5秒を切りました。ファイナル優勝戦のスタート、優勝戦スタートしました。まずは1コーススタートの1号艇上野慎之介、コーススタート3コースから3号艇大上もいいスタートになっています。2コーススタートは2号艇浜崎は差し、大上まくり差し、1号艇上野が逃げたか、逃げ切ったか、トップに立ってバックストレッチへ出ている。リードは4艇身から5艇身です。さあ早くも独走体制か、バックストレッチ間手トップで通過、後ろは1艇身リード2号艇浜崎、アウトコースは3号艇大上3番手、このうちからは6号艇樋口です。ラインターンマークを回ります。1号艇上野慎之介トップターン、2番手は接戦で、うち2号艇浜崎、外は3号艇大上、さらに内からは6号艇の樋口、4号艇吉田、そのうちからは5号艇の馬体がついてレース2周目。スタートは正常でした。1号艇上野の逃げが決まりました。そして2番手争いでは2号艇の浜崎リード、外から3号艇大上です。つけ前に行きまして2番手は接戦か、バックストレッチは2号艇浜崎リード、アウトコースは3号艇大上となって、2番手3番手を差2艇身から3艇身となりました。2周バックストレッチ間手を通過しています。後ろは外4号艇吉田、内が6号艇の樋口、さらに5号艇馬体の順で第2ターンマークを旋回します。2周2マーク1号艇上野慎之介トップでクリア、2番手は2号艇浜崎ですが、3号艇大上が差してきて直線コース、差を詰めて2番手争いでラスト1周です。1、2は 4.4、1、3、3.7 倍となっています。2番手、3番手を差、2停止、2号艇、浜崎が2番手を守って、ラスト1周、最終周回の1マーク旋回です。1号艇上の先頭、2番手は2号艇の浜崎、3号艇を上差しますが、2号艇、浜崎がここも抑えていまして、バックストレッチの中間点は1番、2番、3番の順です。1、2、3の3連単は 13.4 倍となっていまして、最終コーナーに向かいます。1号艇上の慎之介、断然の人気、この人気に応える走りとなっています。ゴール前直線コースへ入ってきました。2番手が2号艇の浜崎です。後ろは3号艇大上拓人、3番手1番2番3番で優勝戦ゴールを迎えます。優勝上野慎之介、1号艇上野優勝ゴールイン。2号艇浜崎は2着準優勝でした。3号艇大上は3着、4番吉田、6番樋口、ラスト5号艇馬体の順、ファイナリスト6人の選手がゴールイン。1号艇上野慎之介優勝を飾っています。